いやー、今終わりましたけども、いやー、ね、はい、どうですか今日のつばきファクトリーコンサート終わりですけど、よくなかったなんか。いや、よかったよ。隣のつばきボタンの女の子が折り目に出てきたって号泣してて、あれそう、これはもうはっきり言っちゃっていいと思うんですけど、めちゃくちゃええな。いやー、今水田さん、今もいやー、水田さん本当にほんまに偶然一緒。偶然やな。思いは一緒やったんかいな。一緒やった、ここっていう感じだったね。ああ、たまらんもんがあるよ。全員が全員良かったわ。4社4用でプーが生えたらヤギちゃんを作業する。マイちゃん、ヤギちゃん、マイちゃん、ヤギちゃん、葛西のことも言えよ。このおっさん、このおっさん、あれ朝倉キキずーっとキキちゃんキキちゃん言うてずーっと言いよんねん。横でちゃうかったやん、そんな。ただキキちゃんって言いやすいから言いたかったやん。マオピンさんね、マオピンさんな、マオピンさんってそのメジャーな呼び方じゃないからあんません方がええと思うんだ。いやでもつい言いたくなってよ、出ましたみたいな感じでマオピンさん言うてもた。だから小野ロビンみずほよ、これからは小野ロビンみずほ。勝手にロビンを認めようとしてむちゃくちゃじじいと結婚する可能性もある。あるかもしれんけど、それもまた似合うし。まあ確かにね、じじいと結婚してそう顔ではあるよ。僕なんかここ最後にして、好感度かなり爆上げして去っていきましたよ、僕の前から。ああ、わかるわかる。それはいいなっていう今感じになってるんですよね、見た後。そもそももうこれでやめますって言ったアイドルやめます。ハロプロもやめます。あれがまずすごい、あそこは評価してたんです。なるほど。でも改めてあえて本人の口からきちっと聞くと、その決断がすごい大変やったけどそう決めましたみたいなこと言ってたよ。よう自分のケツ決めたなと、誠意のあるってこういうことなんだと、ファンが求めるものをもうまっすぐやって、これで今日は終わりです、幸せになって帰ってねっていう、なんといいコンサートなんだろうっていう。だからそのリーダーが基礎になった時にだけちょっとバカにしてたじゃないですか。何がお前がリーダーやみたいな、できんのかいと思うんだけど、最後しっかりリーダー基礎をやってさ、考えてるねやん。まあそれは考えてんねんけど当たり前だけど、最後もこうリーダー新沼基礎でした言って帰っていったから、ええやん、たった8ヶ月ですよ、ええやんかいさと思って。はい、そういうわけでございまして、あら、はい何がそういうわけなのか分からんけど、いやー、この日がついに来てしまいましたね。あ、今日ね、今日という日が来たね。今日という日がね、もうこれもう後ろの景色でもバッと分かってくれる人はいると思いますけど、おお、千鳥ヶ淵、ええ、武道館の裏側でございます。素晴らしい。いや、今までここで撮らなかったのが不思議ですね。まあ確かにね、あっちのあっちはあるけどな、向かい側ってなぜか歩道橋の上とかなんかわけわからんとか撮ってました。まあまあ武道館にちょっと頼るのもね、武道館とかいうタイトル使っちゃうのも嫌じゃないですか。浅い量ディスってた。ネクスト U やってたわね。まあ今日はつばきファクトリーの解散ライブということで。違うよ、まだまだ。あれなんでや、レディーゴーナウ言うてんのに。カモンエビバで。そうや。レディーゴーナウやで。そうやで。新人も含めて全部やめるんじゃなかった。違う違う。野球部も含めて。なんか真ん中にちょうど据えとったかな。ほんまや。6月10日、新沼キソラさんの卒業コンサートですよ。イエイ。来たな、ついにこの日が。まだバイキソラン前ということで。ここは。一番興味ないやつ来たんちゃう、君ら。いや、めちゃめちゃ6月の中で6月の中で数ある6月の中で確かに一番興味ない。まあまあそうやけど、そうなんかい。いやでもやっぱカモンエビバで言われてるから、言うてるからな、レッツゴーナウやから。どう思った、あれタイトル、タイトル「キソラ」って名前からさ、もっと引っ掛けれそうな気せえへん。ああ、はい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 。何やこのタイトルと思って。そうね、なんかもっとこうもっとあったんちゃうんと思うけど、もうタイトルは本当に頑張らなくなってきてるからね、ハロプロは大体こらんくなってきたね。なんかもうスカみたいなのが多いから、ハロコンとかもなんかね、ベガとアルタイルやっけ。そうなんやそら、なんやなんだったなあれは。びっくりしたな、もうネタ切れ感も甚だしいやろ。どうちゃうねんと思ったけど、それ歌舞伎町とゴールデン街言うとらもんやんかなそうちょっとパッと分からんけどでもなんか本当に頑張らなくなってきましたよね。この何日か後にジュースのやつもあるじゃないですか、はい、もうなんか今日か昨日リーダー発表しとるし、してた、なんなんあれなんなん最近の風潮。最近なんか直前で発表するっていう、あれなんなんすか、喜びたくないみんな会場現場で、確かにね、驚きたい、そういうことをずつ20何年間もやってきたわけでしょ山田さんは。まあそうよ、現場で踊ったり、そうそうそう、驚いたり笑ったり泣いたりしたわけやから、なんなんやろね。確かに最近流行りなのか知らんけど、さらっと今日もだってね、もう発表されてるわけだから、谷本になるっつって、でお水がサブリーダーになるっつって、まあやっぱ濃いファンに向けてやってんじゃないですか。公演に普段通常公演にいっぱい来てたやつに「ありがとうな、さっき教えたるで」っていうローカルなそういうのをやってんじゃないかしら。そうなの？分からん。なんかそんなふうにも思われんけど、まあまあ寂しい感じはしますよね。さらっと何でもこう、ポンポイポイとやっちゃって。お知らせなんかでかいところでやればやるほどいいような気もするんだけど、間違いない気もするんだけど。世界はハロプロとそれ以外でできている。世の中のあらゆるものの真ん中にハロプロがある。ハロプロと電車、ハロプロとファミレス、ハロプロとオリンピック、ハロプロにワールドカップ、そしてハロプロとおじさん、チャンネル登録よろしくね。まあ、とはいえね、今回のこの新沼キソラ卒業スペシャルには、やっぱ入りがいまいちということもあるから、やっぱ入りがいまいちなところで発表したくなかったんちゃう？なるほど。やっぱもうそれやったらもうさっき言うてまおうっていう。なるほど。やっぱ大々的にできるかどうか自信がなかったっていう。そういうのもそんなことある？アップが超えるんですかね。アップ側は超えれるでしょ。だって前のそれこそ岸本とリコリコのやつは別にスカスカじゃなかったよね。まあでも秋はあった。4100何本超えてましたちゃんと。いやそれは超えてるよ。さすがに。あれ記録的な、ある意味記録的な数字やねんから、あれはな。ほんま武道館史に残る数字らしいよ、ハプガのやつは。贅沢に使ったよね、スペースを。ヤムエンターテインメントが一番面白かった時やからな。いやほんまにエンターテインメントしてた時やから、あっからどんどん面白なくなってもうて、ほんまえらいもんやで。そうや儲かってはきっとないんやろうけど、やっぱまあ内容としては面白かったから。本当にそう、やっぱり今日でもね、さすがにアップがよりかは入ってるとは思うけども、そういうちょっとスカスカな会場を見るのも楽しみの一つではあるよね。でもやっぱこれはどれぐらい入りなんやっていうのがまず楽しみですよね。楽しみだ。新沼キソラに思い入れがないからないから余計そういうのが楽しみだよやっぱり。まあ正直ね、俺キョロキョロしてると思うまたあれやろ、王子を探す。出たよ、関係性を見るやつ。言うか来んのかキソラの場合は。いや今日なんかまさにこのこれチャオベラメンバーが着てる可能性もあるよ。なんかその恥ずかしい T シャツ恥ずかしい T シャツはなんでチャオベラくんの？いやもう勝負の時はチャオベラに頼るっていう。いや意味が分からないってことあったか。そして頼ってなんか助けてくれることあったか、あいつらが。なんかあった？あるよ、常に助けてくれるやろチャオベラは。いやおるなっていう。おるけど大体。むしろ今日古川小夏の方がなんか変なツイートしとったね。ほんまに今日？武道館の写真を上げて。してた。私の青春と言えるアップが。なんか輝いてた時はここじゃいみたいなこと言ってた。どういうことそれ？なんで今日なの？どういうことなの？小夏のことだからほんま何にも考えてない可能性もある。考えてないと思う。もしくはまあ行くからちょっと言ってみたとか。考えてないからピンクやしあいつ。行くから言ってみたんやろうけど、だからお前が来たところでなんやねんっていういや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 とこもある。いや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 、やっぱり今更小夏が観客におったからなんやねんっていういや正直ちょっと興奮するやろ。いやするか、どうやろう。いや俺らが待ってる。べっぴんさん一つ飛ばしてる。いにしえのやつやんか。お前や、お前よく客いじるやつやんそれ。いや俺らがこうやって待ってる時にこのやつが今通ったらめっちゃテンションあるよ。あ、もう会場にしてるってなるけど。後ろ通ったらな。そうなのよ。別に関係者におったからとて。いやでもこなつが来てるってことはやな、佐藤さんとかやな、佐保さんとかもいるかもと思って探すでしょうよやっぱ。キューアップが面を。でそのつばきに負けん気が来るんや。いや来とるやん。でもいつもしょっちゅうさ、もうニコイチみたいなとこあるでしょよ。いやそうかな、負けん気。へいよ1億2600万人のジャパニーズ、しれっと涼しげな顔してるけどやばいよやばいよジャパニーズ、1億2600万人のここが変だよジャパニーズ。そんなジャパニーズの今と未来、このままでいいの？日本の DNA。レイレイの時に来たらちょっと感動するけどさ。そうね、確かにね。チャオベラがレイレイの時に来たらそれはちょっとあまり関係なさすぎるから。そうね、それはそうや。でも今日大型来るから。あ、ほんまや。チャオベラが来る可能性あるよ。ナイスガールのね、ナイスガールの遺伝子を継いでるんだったらソロアーティストだからな。そうやで、ほんまに。でもそこも引きやで。そう今日全員集合やで。全員集合やで今日。すごい。今日もキキちゃんと目合わせへんのかな。いやでもなんか雪解けムード感をムンムン出してはいる、うん、確か。ほんまやっぱサブスクなったからいやなってた。サブスク解禁したからなってたなってた。みんな気分ええからやっぱ俺もやっぱ聴けるようになったもん。ほんま俺も Apple Music 入ってるから聴けんの、うん、サブスクでバンビーナバンビーノ聴いてる。ああ、あの名曲聴ける。宮本かりんちゃんのやつはもう全部聴けるもんな、うん、最高、うん。確かにかりんちゃんちょっとやっぱ曲がいいのがないよね。でも、うん、いやほんまバンビーナバンビーノぐらい。他全然もうちょっと頑張らんとな。あれも消えるで、シンデレラコンプレックスも消えるから。あチェックしてみる。消えるからって消えるから言われても来たからなんやねんって言われやそれまで。積極的に聞きたくないんですよ、うん、でもまあ今日つばき、その旧つばき弁が全員揃うっていうのは、うん、確かにちょっと楽しみなポイントですよね。卒業コンサートと言ってもさ、うん、まあこの間の山岸とか岸本のやつも、うん、まあそのスタンダード卒コン、散々見てきた卒コンだけど、今回の卒コン結構ね異例じゃないですか。異例異例、なかなかない、うん、そのもう客が入ってないってちょっとゲロって呼び込みしてんのも好感が持てるし、あんなにもうこう恥を捨ててやってる姿ってなかったし、うん、いや本当に分かりました。山田さんのテンションが上がってるのも分かりました。山田さんああいうの好きやん。好きやん。山田さんああいうの好き、大好きよやっぱ。もう卒業したやつも勢ぞろいで私も出ますから。山田さんはもう手売り大好き。いやもう本当にね、ある意味で言えばもうモーニング娘。的な原点でもあるしね。そうそうそう。でさらにもうね、それこそ卒コンでじゃあもう今までのメンバー呼べやとかって来たことないやんって俺らも散々言ったけど、まさかここで実現するとは。お前かいっていう。しかももう最初からちゃんとパンと発表するわけやからな。サプライズとかなくて、いつもの関係者席であとのブログでやっぱ来てましたとかじゃなくて、みんなが出ます。そして動画に出て、私らも出るんで買ってやーってやってるわけやから。そうやで。ほなこれは行くしかないってなるよ。ドンってなります。みんなトゥナイトみたいと思う。いやあれよかったね。もうそれで元取ってなもんやが。いやそうよ。だから何が起きるかわからない。わからないわ。だから1曲目いきなり尾形梨紗かもしれんよ。皆さんこんにちは、尾形梨紗でーすってもつれたみたいに仕上がって出てくるかもしれんよ。まあトップバッターといえば梨紗丸が、ソロといえば尾形梨紗やからな。そろそろ尾形が出てきたらブーっていうのそれ頂上軍団になってまうやん。ブーってやりたいわ。やってはみたいけどどんどん面白くなっていく可能性もあるからね。そうね、やっぱ期待できますよ。だからそういう意味ではそれこそやめた OG もうってくんなや問題とかもまああるけど、リコリコとか岸本とも急にと思ってもういきなり帰ってくるの。そうね、だってそうですよ。もうみんなが一気に帰ってきたらまあええかっていう。中途半端ではないからね、竹内みたいな戻り方ではないからいいけども。ただまあやっぱりこういう瀕死の状態にならへんとこいつらやらへんねやなっていうのがよくわかりました。その前からやっとけと。普段舐めとんなってのがよう分かった。できるんやんっていう、ね。できるやん。追い込まれたらやるんかいって思うし。まあ逆になぜそのキソラでそれをやってくれるのか、やっぱりキソちゃんに恥かかしたらあかんっていうスタッフがおったのかよくわからんが。まあそうね。でもだからもう本当に売れてなかったんでしょ。あ、これは4000。うん、これひょっとしたらアップ側になるんじゃないかっていう危機感があったんじゃない？なるほどね。4258人がなかったと思いますが、これ本当に申し訳ないけどアップ側になったら終わりって思うやん、やっぱ。いやまあね、ハロプロの誰かグループが武道館でやりますって言って、しかも卒業、そう卒コンブースかけといてアップ側以下はこれは大変。あの時卒業じゃなかったし関係ない。部下なんかもう氷柱割りをあえてやって、これは演舞ですって言って安く借りてたからそうそうそう、貧乏くさかった武道で借りてますよとか言って安く借りようとしてたぐらいやからなあ、うん、だからそう思うとやっぱもうほんまにやばいってなって、ああそうでしょう、うん、ここはちょっと何としてもってなったんやろな、うん、うん、ほんまにそういうことですよ。なるほどね。うん。私トリマーになります。まあでもまだ見る前ですからね。そう。これは楽しみと言わんばかり。まあまあまあ、実際じゃあこう蓋を開けてどうなるかっていうのは結構ね。うん、まあ正直ね、あんな言い方したけどワクワクはしてる。僕。久々に。うん。どんなんなんなるんやろうっていうそうなのよ。これはまたいいのがさ、めっちゃボレだったらそれはそれでええもん見るからなるし、これがグズグズやったらより面白い。面白い、そうなの。なんじゃいこのコンサートっていう悪口を言う楽しみも生まれるから、ある意味でこれこそがライブみたいなところもありますからね。そうそういう意味では久々に楽しみ、どうなるかなみたいなね、こういうのはなすごいいいよね。そうなのよ。我々もそのクオリティ至上主義じゃないだけに、なんかもう歌がどうだダンスがどうだとか興味ないから、やっぱこのもうどっちに転が分からないこのスリルを楽しみたい派ですからね我々は。俺はね、期待できない。だからはじめちゃんね今日来ないけど、あそうだそうだ当のそうなのよ、来てくださいよ言うてた本人が来ないっていう異例の事態やけど、それに恥をかかせられないっつっていっぱい買っていっぱい配ろうとした男がなんと自分は来れないという手元に7枚あるんで取りに来てくださいっつって秋田さんが事務所に取りに行った。かわいそうほんまになあ、うん、まあだからはじめちゃんの分もね、僕らでなんとかこう楽しんでね。そう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 、基礎らにやっぱ恥はかかせれんよ。うん、そのつもりでいますよ、基礎ちゃん。あと三木田さんの隣は今日女性、マジで羨ましい。初めて会う女性ですから。なんやねん。どうもそうらしい。なんやねんそれ。俺はそこにもう全てをかけてる、正直。めちゃめちゃ可愛い子であってほしいし。いやマジでこっから恋が始まるかもしれんよ、ねえ。そうじゃなかった場合はもうほんまもう帰りますよ途中で。どんな人やと思います？え？どんな女性やと思います？いやまあそりゃだって可愛らしきつばきファクトリーっていう感じの子じゃない？つばきの花のように。つばきみたいっていう。可憐で優美な。なんかあったよね、その紹介文みたいなやつ、最初だけやってたやつ。やってたやつあったよ。日本古来のみたいなやつ。アップが見たいとかアップが見たいって女やったらやばいけど。いやそんなことない。そうや。椿みたい言うてんねんから女子が。それはもうこれはすごいよ。すごいと思うよ。ほんま？いやいやもう可愛らしいと思いますよ。期待してますよ僕は。どうすんのそのドスコイ感のある人やったら。いやもう。それはもう相撲取るやろそら。ためらわず。がっぷりを使いな。逆に受けて立つぞと。そらそうやろ。どすこいかんねんてもう謙虚に大胆って言うやろ。最近見ないけどその古の女オタクのようにやな。めちゃくちゃどでかい方がどでかファクトリーやったらどうすんねんって話ですよ。よぎりの横綱審議会。怖い怖いんやけど。いやでも美女なはずや。そう思いたい。まあ、ただメールでやり取りしたのは僕なんですけど、うん、まあ確かにおばさん候補は会う前から失礼な。まあでもただできとるからなこいつも。多少なんか言われてもしゃあない。それはもうしゃあないわ。でっかいハテナ、絵文字のハテナ危ない。赤いハテナ使う女のふりしたおっさんの可能性もある。下手しい。そうね、たまにおるやつゆうきちゃんみたいなんで、お女の子かな思ったら、いや男やったんかいみたいなパターンすらありえるよ。でももう逆にそういうドス恋が来るよりかは男であった方がもう一層すっきりするんじゃない。いやそりゃそうよ。もう全く気にせずしゃべるし、一言もしゃべらんけど、しゃべりかけられたら俺無視しようと思ってるけど。どうせでも細おばさんやったらどうする。まあそれは悪くないけど、細おばさんはなんかええやん。ええやん。そうね、そうね。既婚者やのになんかノリよくこう、あ、この後飲み行きますって言ったら、あ、行きます言って終電前に帰るとかのおばはんやったらよりええよ。あ、本当に細おばはんなら本当により。まあでもね、プラチナチケットですよね。そうですよ。その細おばさんにもその、あ、ミキサさん隣なのみたいな。いや、そうそうそう。ハロおじファンの半分以上がだって三木田推しってことでしょ。三木田、だから、やっぱ、あら、三木田さんの隣で、みたいな、なるよ。だってあんた、君もなんか聞いたけど、最近コンビニ入っても声かけられるらしいから。すごいよね。たまたま、なんか近くのコンビニで、ファミマでタバコ買おう思って、なんかハイライト一つって言ったら、ハロプロデューサー見てますって言われて。店員のおっさん、店員のおっさんでしたけど、ラブシャって、びっくりしたってなって。すごいね、そんなことある？あ、ないない。ないない。びっくりした。急になんやと思って。コンビニはすごいよ。いつも面白く見てますって言われて。おじさんって何歳ぐらいのおじさん？いや、でも全然俺より年上、40ぐらいかね、俺より年上の。うん。すごいな。で、なんか、まあそれが先週の出来事やったんで。でまだ客もおらんかったから「来週行きます」っつって「武道館行くんですよ」って言ったら「ああ僕らがアーリーのは行きますわ」って言ってた。あ、本当に今日は来ないのかね。今日だからコンみたい。あ、本当またコンビニの仕事が忙しい。多分おそらくシフト抜けれなかったんでしょう。本当に。あ、そうですか。じゃあそういうわけで今日はまあコンサート前ですから、これが終わってまあコンサートがどうだったのかっていうのを後で撮りますけども、なるほど。でさらにまあ三木田さんの隣の人もどうだったのかっていうのを、そうですね。もし映ってもいいんやったら映す。いやもうぜひぜひぜひ。確かに。ぜひそれはお話ししよう。いやもう本当に、うん。なんかだってつばきはあんまり女音は増えてないって聞くのよ。アンジュルムはもうすごいから。もう可愛い女の子しかおらん。もう女の子しかいない。椿はちょっとね、いにしえの香りがする。そうね。だから怖いけど、でも楽しみではある。そうですね。はい。じゃあ後ほど皆さん、はい、見てまいります。同じ動画で、はい、一回コマーシャル入ります。コマーシャル。何ですか新しい始まり方。昼から急にこの画面に映るから、急に暗くなってびっくりしてるんじゃないですか。いやー今終わりましたけども、いやーね、はい、どうですか今日のそら卒業コンサート終わりですけど、あ、それサイン書いてたんや。書いてましたよ。ここにほら、ここに書いたんね。もったいぶってあげた一発だけのやつね。そうそう、最後に一発ね。とっておきのバズーカやから、あれも2個出すと予算ないらしい。買った一発のやつね。永遠にあなたのアイドルでいられますようにって書いてますよ。見えますかこれ。おやおや。我々2回やったけど、この1回で見たスパイが持ってきてくれたんですね。素晴らしいことだ。ありがたいことです。どうでしたかね。何ですか。何が。空のマニアけどどうでしたかね。いや良かったね。良くなかったなんか。いや良かったよ。うん。隣の椿太田の女の子が。折り目に出てきた時号泣してて、あらそうそら泣くよなこれと思って。まあまあ好きなら特にね、どよめいてましたねやっぱりね。俺もスマイレージ出てきたら泣くもんやっぱ、分かっててもやっぱ泣く、泣きますよね分かっても。ちょっと下から行きますけども、3人、新人どうでした？3人、新人3人、ああ、いやもうなんかすごくこう好感を持ってるじゃないですか。まあもちろんそれはもうフレッシュですからね。もうはっきり言ってもういらんちゃいらんねんけど、正直でもすごく頑張ってて、こう武道館で喜びがもうはじけったじゃないですか。まあまあじゃあもうそんなおっさんが言うことでもないなっていう気にはなりましたよ見てたら。そうね、僕でもそうです。やっぱりまだまだフレッシュなんで、あんまりねあんな何も知らん、右も左も分からんようなコーラ捕まえて「いらんねん!」とか言いたくないから、喋りがどうだとかそんなことはもうあんまり言いたくない。これは言いたくないけど、でもそのつばきファクトリーとして見た時に、果たしてあの3人今日見せてもらいましたけど、まあいなくても大丈夫。いやもうまあ今のところは正直いらんよそれは。まだお芋やから、お芋ファクトリーかもな、ほんまもうその辺のやつ連れてきたみたいな感じになっとるから。でもやっぱ偉いもんでね、すごいついていってたじゃないですか。ダンスもすごく参加して、歌パートこそないけれど、なんかもうええな頑張ってるなっていう感じでしたね。そうなのよ、だからやっぱねこれからどん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 こっちもどんどん思い入れが高まっていくかもしれないけれども、俺はあの時の空の卒コンで最初の姿見とるでっていう、まだその段階やから土俵に上がってないっていう、僕は印象を持ちました。で僕だけちょっと違うのかなあれ。ほらあの3人ええな思てもた。あれいる派今日。あらだからそのもちろんリトキャメを中心に見てるんですけど、あいつらが入ってきたことによってちょっと一皮むけた感が出ませんでした。4人の4人はね、でもう新人の部分は譲ったんだけども、ちょっとお姉さんやっとる中をね、でもリトキャメだけが出てきた時ちょっと感動したというか、なんかレベル上がってるような気がするなと。あとあの3人かわいいやん。そうかな、普通にかわいいな。いやかわいいよ、かわいいかわいい。それはどういうの、砂利としてかわいいってこと。そうもう娘も親戚の子やったらかわいいと思う。俺全然関係ない、小学生の時あんなんやったのになとか思いながら勝手に父親になった気持ちでおっさん的発想やったんや。いやそういうかわいさはありましたけど、果たしてその可愛さで可愛いからよしってアイドル的なことなのかって思うと、俺はそうじゃないんじゃないかしら。でもそうじゃないっていうことを別に俺が言うことでもないというか、そんなこと言うなよって気にもなるから不毛と思いながら見てましたずっと。なんか椿にはあれぐらいの感じがいい気が、あれがちょっとモーニングとかアンジュルムやったらちょっと俺も考えるけど、椿にはあの新人がいいんじゃねえかなと。まあでもそれはちょっとわかる、椿ならええかなっていうあの感じね。もうしばらく楽しめそうじゃん、素人時代よ。まあね、今年いっぱいは詩が見えるやんか。まあもちろんもちろん、まあ、カラーにも合ってるし椿は。でまあただやっぱりその新しくこう入れたから、これでまたこういうなんていうのシステム的なことでね、やっぱシステム的なことにはやっぱりずっと異を唱えていきたいと思いますよ。それは騙されへんぞと。それはそうやったし、あとスピーカー邪魔で全然そうモニターが見えんかったね。うちらモニター見えてへんのよ。俺もうむっちゃええ席やってん、実はむっちゃええ席ってどこ探したけどむっちゃ見やすかったん。なんで僕らあのスピーカーが邪魔してるんですか。邪魔したスピーカーがマリンちゃん全く見れへん顔が。そうなんや。まあだからもちろん結構ステージをずっと見てたけど、どっちかっていう。じゃあ最後の文字とか見えたの？何？セットに書いたやつ。いや見えてない、ほぼ見えてない。でも俺は山田さんもうその時点で出てたから。そうか、山田さん見てもないのか。いや見てない。でもあれみんな話ならんから、俺もう立ってずれてこうやって見たら「バイキソラン」って書いてるわ。そうそうそう、あここで使うのかバイキソランをと思って。ちょっと俺あれ感動して、もう最後の話になっちゃうけれど、最後そう使ったセット面白いやった。なんかそこにマジックで書いて「ありがとうバイキソラン」ってサイン書いて、これ見てたら泣いとるやろうなと思いながら、泣くまで至らんけど、あこういうの好きやからいいですねと思って。DIY を頑張ります。かりんちゃんじゃあ次リトキャメはどうですか？いやこれはもうはっきり言っちゃっていいと思うんですけど、めちゃくちゃええな。いや今三田さん、今もうこの4人がもう奇跡的なバランスで今ピークを迎えようとしてる。ここでしょ、もうここ。いやー三田さん、これ本当にほんまに偶然一緒。偶然やな。思いは一緒やったんかいな。一緒やった。まあそうやとは思わんかったけども、思わんかったよ、まさか一緒やとはね。ああリトキャメやばいね。油がもうノリノリやん。乗りまくっとるかな、ここっていう感じだったね。ああもうたまらんもんがあるよ。全員が全員良かったわ。4社4用でもう1社で、個人的にやっぱ一番この評価してなかった今までヨフがぐんと伸びることでもより良さが増してるじゃないのと。頑張ってるじゃないのヨフ。ヨフの歌良かった。いや歌いいな。大事やねヨフのあの癖というか、あの感じ、耳にカーンってくる歌をしてるから、いやおうなしに残りますよ記憶に。あとヤギちゃん良かった。ヤギちゃん良かったわ。最後のコメントもヤギちゃんが一番良かったもん。他何なんですか、あまりにも他全員センスないから、もうちょっとなんでやねん。福田真凛ちゃん良かったやろ。こんばんわらびの一発やないか、あんなもんは。あんなとこでこんばんわらびぶっこんでくる。洋風の後にわらびとかも忙しい。そうなのよ。ついていかへんねん。一発やないか、あのこんばんわらびの。一発や言うな。そうだったらもう汗も入って涙も入って武道館はしょっぱかった。なんていいコメントなんだろう。いやいやいや、あれはね。天才やんと思って。いや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 、あれいい言うたらダメですよ。あれあかんの。ああいうのええ言うたら突き上がるの。今日なんか俺突き上がらしてあげたい。すごいいい仕事したよ。ヤギちゃんよかったよ。あんな突き上がるのよ。ヤギちゃんよかった。突き上がるの。なんそんな洋風が早いからヤギちゃんを作業するんだよ。マイちゃん。ヤギちゃん。マイちゃん。キキちゃん。若さいのこともいいよ。このさこのさあれ朝倉キキずーっとキキちゃんキキちゃん言うてずーっといいよね横で。ちゃうかったよ。うるさい。ただ「キキちゃん」って言いやすいから言いたかったんや。キキちゃんって言いたかったんや。どうしようもないな。どうしようもない。もうここまで「トリマーどうした?」って言いそうで。絶対言うなよ、あんなお祝いムードに水さすな。自分磨き止まんない。まあまあリトキャメはじゃあよかった。リトキャメンガンが一番よかったよ。わかりました。じゃあちょっとここから一人ずついっていきます。あらあら、いいですか。まず2期ですね。出た2期。はい、マオピンさん。マオピンさんね。マオピンさんな、いかがでした？まあ個人的には結構やっぱマオピンさんは割と養護派みたいなとこあるんですよ。割と好きな方。やっぱ今日ちょっとね、ちょっと厳しい場面が目立った。あ、そうですか。どういうことやねんっていう、ちょっとそのなんかパッと打った時にあんま可愛いないなっていうこうショットが多かった。でもそれは俺がモニターを見たからかもしれない。モニターで見たからかもしれない。だから俺マオピンさんにはあのアホホの長いあの X ってつけてほしいんですよ、ライブの時は。であれで個性派にすることってもうわけわからんくさせるっていう。むちゃくちゃ長い X つけてるんですよ。ごまかして個性でいくという。なんやあのショートと思って。なるほどね。でもまあそう、でもまあマオピンさんは、あのまあ正直顔はそんな可愛いって感じではないですよ。それはもう、皆さんご承知の男じゃないですか。だからこそなんというのか、あの無駄な動きですごい。無駄って言うな。無駄言うなよ。キレのある動きやろうがよかったやろ割と。でもなんかパッとそのセットリストのせいなんかもしれんけど。こうパッとおダンスすごいって思うような曲がなかったから、それもあるんですよ。いつもなんか1曲は絶対横からパッて入ってバーンってやるやつやるじゃないですか。今回それないやん、マオピーさん損してるやんと思って、美味しい場所取られてもうてるやんって思った。でも僕らモニターが見えなくて、よくその肉眼で見たマオピンはやっぱ不細工でしたよ。飽きたそんなことはないよ。可愛らしい顔はする。今日も可愛らしい感じはある。もうずっと自動で見てた山田さんがマオピンさんだけ言ってたからね。マオピンさんってそのメジャーな呼び方じゃないから。じゃあ次行きましょう。サクサク。小野田沙織。あ、どうでしたか。小野田さんはいつもいいじゃないですか。まあいつも通り。なんかいつも通りのやっぱ安定感があるというか、なんやかんやって間違いない。でもね、僕はスープパスタに感動をやられて、あの時ちょっと正直僕申し訳ない、ゲボ吐きそうになりました。なんであかんってこと？タンポポが好きすぎるがゆえの。まあそうね。でもちょっと分かる。分かる。いや俺でもこれはじゃあ俺はっきり言いますよ。このタンポポの音パスに関しては小野田ってやってたんやっていうのも忘れてましたよ。後ろで傘回してるリトキャメが可愛すぎてそっちばっか見てた。あれ小野田だったっけ。後ろで傘回してる顔可愛くなかっためちゃん。いやもう僕はもうその小野田がもうすごい入ってきて飽きませんか。ちょっと厳しかった。傘回してるリトキャメめっちゃ可愛かったよ。関係ない話なんだね。あれよかった。じゃあお水。お水は僕これは最後の挨拶がちょっと岡田ロビン証拠的になってて、あ、椿の岡田ロビン証拠といえばお水やねんなっていうのに確信しました。一緒一緒なんかい。俺ねちょっと見直した。あ、見直した。お水いやいや言うてたやんか。こいつスポークスマンになる気あんねんなと思った。すごかったよ。ちょっとサブリーダーのその自覚っていうのを感じたわけや。だって逆に唯一問いかけたあの人だけは今日良かったですかって。そう。また来てくれるみたいな。ねえ、またみんな来てくれるかな。そう。ロビンがよぎって、ロビンが。めっちゃ聞いてくるからな。行くって言うまでやめへんからな。やめ。あれやっとったから。しつこいから。まあ確かにやってた。思いました。ロビン感を感じたんだね。そう、泣き崩れなかったから。ああ。泣き上手やん。でも泣き崩れなかったから。よう泣いてる。よかったなと思いましたけど。ああ。お水は今日は。意外とお水良かった派なんや。良かったっす。だから小野ロビン瑞穂よ、もうこれからは小野ロビン瑞穂。勝手にロビンをミドルネームにしてむちゃくちゃじじいと結婚する可能性もある。あるかもしれんけど、それもまた似合うし。まあ確かにね、じじいと結婚してそう顔ではあるよ。いや良かったですね。あ、ほんまですか。やっぱ椿その武道館埋めるのが目標やったけど、ちょっと今回それ叶いませんでしたって言ってた。それ言っちゃうってなったよ。あれ言ったらすごかったよ。あれは確かに結構だってこっちから見たらいや埋まってんちゃうんってちょっと思いませんでした。入った時とかも埋まったと言ってもお任せる全然まあ十分みたいな。あ、すごくシビアに捉えているんだな。そう。これをそう真ん中でそれがドレス着てんのに。やっぱり目標達成できなかったんですけど、そのせいになるから卒コンブースもかけてこれかいっていうみたいな感じになってるのよ。なってしまうから。でも言ったから、ちょっとお水偉いな。確かに木村さんが知恵絞ってくれて私はもうやってみたいな感じで言うとったからね。で本当にね、ああいうのがねちょっとしたことですけど、ああいうのが僕とか大好きなんですよ。好物あれが好きかいな。わかります。やっぱり予定調和の中にまた予定調和みたいなとこあるじゃない。ハロプロって昨今のハロプロってよりおもんないにおもんないが重なってもうてるよ。あれですよ、こんなん言っちゃうみたいな。なるほど。ああいうの別にあんなんばっかりせんでええけど。確かにね。今日確かに予定調和特にそうやったけど、そこは確かにちょっと漏れ出た部分な感じはした、よかった。じゃあね、今日は自分らしく楽しんでいきましょう。チャンネル登録お願いします。 Keep your smile。 なるほど。微妙なんや。なるほどですね。じゃあ次いきますよ。谷本さんですね。出た、はい、新リーダー。次期リーダー。谷本さんどうでした？まあなんかほわっといい感じにやってはったじゃないですか。そうね。まあでもやっぱ最後の挨拶で全部持ってって、ああ最後の挨拶ちょっとあれは佐々木理香子超えたんじゃないかな。で泣き方選手権でいい泣き方してた。もうほんま骸骨みたいだもん。あれな、俺ら会場で見てるから雰囲気わかるけど、あれライブビューイングで見てる人何これアップで何これって思うやん。どういうことやねん。いやモニターにもあれ大写しやったからとんで、まあもうみんな笑いは起きてたし、やっぱそういうパターンのリーダーかと、こういうとこで重なっていくタイプやなっていう感じをしましたね。じゃあ主役の出た新沼貴太郎さんはいかがでしたか？いやーでも個人的には良かったなっていう、すごいもうその貴空感がすごかったじゃないですか。もうのっけから、オープニングから、でそのまんまこう特にめっちゃ頑張るでもなくこうなんかスローンっていったんがなんかいいなと思って。三木田さん何？偶然、一緒また一緒や一緒や、ね、なるほど、いや僕なんかここ最後にして、好感度かなり爆上げして去っていきましたよ、僕の前が。ああ分かる分かる。キソラいいなっていう今感じになってるんですよね、見た後。まあ以前も言ったように僕はそもそももうこれでやめますって言った彼女がね、もうアイドルやめますと、ハロプロもやめます、あれがまずすごい、あそこは評価してたんです。なるほど。でも改めてああやって本人の口からきちっと聞くと、その決断がすごい大変やったけどそう決めましたみたいなこと言ってたやん。よう自分のケツ決めたなと、いや分かる。もうほんまにね、そうなのよ。なんかさっきもちらっと僕もつぶやいたんですけど、一番最初に思ったのが、あ、とても誠実なコンサートだなっていう、誠意のあるってこういうことなんだと、ファンが求めるものをもうまっすぐやって、これで今日は終わりです、幸せになって帰ってねっていう、なんといいコンサートなんだろうっていう思いましたね、私は。一番自分にカメラがアップになる大事なところで、今日は私の卒業というよりもつばきファクトリーの4回目の武道館の方が、気持ちの方がでかいと言ってた。そっちが大事って、つばきのこれからも大事みたいな。あれきつかった。すごいよ、よう言うたよう言うた。すやね。だからそのリーダーが基礎ランになった時にだってちょっとバカにしてたじゃないですか。何がお前がリーダーやみたいな、できんのかいと思うんだけど、最後しっかりリーダー基礎ランをやってさ、考えてるねやん。まあそれ考えてんねんけど当たり前なんやけど、最後もこうリーダー新沼基礎ランでした言って帰っていったから、ええやん。たった8ヶ月ですよ。ええやんかいさと思って。そうやね。だから一番新面が泣いてんのとか、お前ら正直嘘やろってちょっと思ってしまった俺はいたんやけど、たった8ヶ月やし、そんなお世話になってんやろと思ったが、まあそんなんいいじゃない。いやでもほらダンスしてるとこ行って、ああそのダンス違うと思う、それじゃあやばいと思うって言ってたからいやみんな感じで言ってたからお世話になったんじゃない。やっぱあれが良かったんかね逆に。あと泣いとったしな。あとやっぱり新人にしてみりゃね、8ヶ月は長いっすよ。なるほど。やっぱ確かに初めてやったバイトでも8ヶ月って濃かった気にするわ。その時の先輩って覚えてるし。そうそうそう。だから日プだって8ヶ月以下じゃない。確かにな。あれだって1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらい短いでしょ。あ、やめんのってなってもうたもんちょっとまんまたまってちょっとやめんのって。でもまあこれぐらいでいいとも思ってるんです。やめんのやめてほしく、もうちょっと見たかったなぐらいで。いやあれベストやと思うんですよ。だ最後の最後にすごくセンスあるんだなキソラはって思いました。思ったよね。だってこれ今見た直後だから浮かされてるけど、やっぱやめるっていう前提があるからいいなって思ったわけだし、これで正直これで M ラインで「新沼キソラでーす」って出てきたらもう大変なことですよ。いやもう大変なこと、本当に本当にそんなことあってならないことやから。いやもう本当にそれはもう朝倉危機に言いたい言いたい、すごい言いたいけど。私トリマーになります写真集の表紙が逆さやってことをさ、あったね、ちょっとおちょくってるんですけど、うん、そういう今の三木田さんの話を受けて思ったのは、うん、これ写真集のこの逆さも結構考えとるよね。斬新っていうか、こんなことせえへんやん、逆さに。だから記憶に残る。そうそうそう、ちゃんと、あ、やっぱこの子ちゃんとすごい考えてセンスのいいやつだったなっていう。確かにね。遅いよ、もうずっと言ってるんだから。そう言ってた。アイコンだって言ってるから。もっと強く言ってよ。気づかへんかった。強く、かなりしつこく言ったよ。キソラも強く言ってほしかった。そんな最後の最後出すんじゃなくて、今までにも強く言ってほしかった。最後の最後何歌いました？私がおばさんになっても。あれびっくりした。これなんやと思って。確かにつばきやったけど。歌ってた。あれですよ。ある意味確かにその初期のデビュー曲みたいなもんやから、うん、あとね、私がおばさんになってもはもう完全にじじいに差し掛かってる、うん、おっさんが聞くと、うん、めっちゃええ歌。まあまあ結構みんないい歌って言うけど、より感じる、より感じた、年取って感じてきた。すごいなんか若い頃に聴いてるから、うん、そうなのよね、うん、そうなの。そうなんや、うん、もうその曲が良かったんや。だからもう言われたまんま、昔はそうやけど、それはおばはんだったらそれは捨てるでしょとか思ってた、若いからそんなだから19やとか言ってたんかい。そうじゃない。そう、本当に好きな女はそうじゃない。そうなの。すごいよあれ。そうじゃないんだよ。ええ歌や。間違いじゃない。間違いないたちしない。あれやってほしかった。あれやって、あれ聞きたかったの。俺今かと待ってたの。なんでやらへんのあれ。わからん。いや、やっぱあれ福田マリン曲やから。まあね。マリン曲や。なるほど。キソラ感がちょっと出づらいって判断したわけか。そうやと思う。ただまあ要所要所でなんかキソラ腹立つなーっていう部分もなかった。なんか続けない気ねとか。いや本気で歌わへんとこが「うんにゃ」っつって言ってるとこ。あと私がおばさんのやつもちょっと森高の真似しとったから鼻にかけてな。そう、森高の真似をすんなと思った私のおばさんに。大先輩だから。いやだからなおさらや、なおさら真似。いやでもあれ、あの曲は誰が歌ってもなぜか自然とああなるっていう説もあるんですよ。みんな意識せずとも森高歌いになってしまうっていう説もあります。まあまあ林真也にならんかっただけええやん。林真也にはならない。確かにな。その確かに良かったな説。いやー良かったよ。そうでも岡本ちゃんの言ってるちょっと腹立つ感じも、うん、まあもうなんていう味として受け止めるぐらいの。でもやっぱキソラ感というか、なんか振り付けとかなんかこの抜いた感じのこんな感じとかお前またやってんなお前はと思って、うん、まあいいですねこういうのもっていう、よいしょっていう気にはなりましたね。もうハロプロの最後の砦じゃないかつばきって思ったけど。いやそれ昔ながらの焼きそばみたいな感じで、まあ、いやいやそれはまあそのほらはじめちゃんが来た時も散々そういうこと言ってたように、あと僕の周りにいる少ないつばきオタの人たちも、やっぱりつばきはまだその可愛さっていうか、わかるアイドルらしさ、ハロプロらしさみたいなのが残ってると、うん、そうなのよいうのは言いますよ。腕毛さんも来てたしね。あと何だっけ、ほら買い占めしてた人何だっけ。ご一緒に。ありがとうございます。